おそす、ヒムロックです。いつもご視聴いただきありがとうございます。前回は見事ハイエナ作戦成功ということで、まあ、およそプラス3000枚を叩き出しまして、まあ、ノリに乗ってる今日この頃です。ただ大勝ちした次の日は特に危険、もう必ずと言っていいほど負けやすい。なぜかわからないですけどね、科学的には何の根拠もないんでしょうけども、まあ一つの原因としては、まあ、気が大きくなっているっていうことが考えられますんで、今日のテーマはですね、小心者でいこうと、少しでもプラスになれば勝ち逃げ撤退作戦というわけで、まあ、こちらの方をやっていきたいと思います。昨日3000枚買って今日3000枚負けたら、これはもう何の意味もないですからね。まあ、というわけで、本日もご本尊様と一緒に戦っていきたいと思います。それではチャチャチャカチャ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 カチャ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 カチャチャチャカチャ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 ドゥン。いつもの台も上がり調子になってきてるんで、まあ、昨日の爆裂台はちょっとねスタッフの皆さんと相談して、まあ、自分やったら打たないですねっていう意見が多かったんで、まあ、いつもの台でやってみたいと思います。まあ今日も京都でディスクアップ、よろしくお願いします。おかしいんちゃうんか。え、言ってんだな。あ、そうなの。へー、おお。Yeah!
chance. には感謝しねえといけねえな。だがじいさんはな、行きます。おい、こうへんのかい。
レギュラーがやばいじゃないですか。同じ種もみ設定でもほんまの絶望の方の種もみだと思うんで、まあ、この辺でもやめたいと思います。実践終了です。目も当てられない動画ですね。分かってます。まあでも昨日買ってるじゃないですか。だいたいね、買った次の日は負けちゃうんでね。まあレギュラーがせめてね500分の1ぐらいで当たってくれてたらまあね粘るんですけども、同色ビッグがねいつ引けなくなるかもうビクビクしちゃってるんで、情けない男ですよ。あはは、情けない。40歳なのにレギュラーが引けないだけですぐ逃げる。死にたい。ちょっと撮影 NG 点覗いて打てそうなアマデジがあったら撮影 NG ですけど撮影したろうかなって感じで、それも無理そうやったら今日はこれで本当終わります。お疲れ様でした。いや今撮影 NG 点来たんですけどね、もう全然無双も16回しぐらいやろうし、無双3も10あって20ないと思うわ。ゲンさんも18とかやと思います。ほんで天の太鼓だけ、天海の太鼓だけなんか4台ぐらいあるんですけど、そのうち1台だけが20あるかなみたいなのあったんですけど、なんでやろうねあれ。まあでもせっかく買ってるし、やっぱり今日はもううんこちゃん動画で終わりますね。今から、まあ、ダビルほど酒でも飲んでダビルほどなんてキチがやかましいもん。帰ります。お疲れ様でした。なんかそこあったかいな。あったかい。かりん様。ありがとうございました。